10番で私山を打ち始めた時で、それが続いている時に 何してたか分からなかったんですね、最初。で、途中その山を打つのをしていない時にものすごい音がするんですよね。で、その音を聞いてる時、これ、山が崩れるんだなっていうふうに、それは予感しました。で、何か先ほども山の音を聞いた時ここだと思ったという、それからわざわざ英語のクレジットでサウンドデザインっていうのところまで監督の名前が入ってたんですが、その音についてちょっとお聞きしたいので、ちょっと教えてください。 I make film for a couple of reasons. First for editing, then sound. You know, if I don't know what I want to do, I never make that film. Sound and design more than a story for me important.And then location. After the final location, I write a script for the location, okay? And I listen whole my life in the Wagner up to make it this sound like that. And the whole this sound, I make it with my very good assistant, young assistant, actually does work with me as an assistant editor and assistant sound.自分は映画を作るとき、編集とサウンド、サウンドデザイナーが一番興味を持って、そのために映画を作っているような感じなんですけども、その後はロケで、最後には脚本をそれに合わせて書くって感じなんですけども、で、自分はワグナーのオペラすごい好きで、いつもワグナーのオペラのような音を映画に入れたいなと思っていたんですね。ですから本当に6ヶ月間ぐらい、そのサウンドデザイン、この映画のサウンドデザインをするために、また編集するために時間をかけて、実は日本の方、佐藤さん、佐藤文夫さんという方はずっと6ヶ月間自分と仕事をしてこのサウンドを作ったんですけれども、自分にはその映画の音っていうのは音楽であり、セリフであり、物語そのものでありますから、全ては音で語れるかと思いまして、ですからそのワグナーの音を聞きながら、音楽を聞きながらこの音をデザインしてきました。And actually after the shooting is finished in Italy, after 4 months and you know8 months, life in there and everything, I escaped with the old material. I came to Japan and nobody knew it. I says like the babies go to see the, you know, hug the mom. You know, I came here with the Sato-san and my, of course, the Eric is my producer, helped me. We go to Nishi, Onikubu. We find one place and Makata-san helped me. I don't know where he's in now. And 6 months, close the door, work there.Nobody knows where I am. After the film finished, I come back to Italy. 実は撮影は4ヶ月間かかったんですけども、撮影が終わった時、全てのマテリアルを持ってきて、日本に戻ってきましたですね。まるで赤ん坊は自分の母親のところに戻るような感じだったんですけども、西荻窪のところにプロデューサーが部屋を借りてくれて、でそこでその佐藤さんと誰も知らない、ナデリーは日本にいることも誰も知らなかったんですけども、その時6ヶ月間日本にいて、全ての編集とサウンドデザインをやってから、またマテリアルを持ってコスタリアンって感じ。And one thing I want to mention is, whole this film and sound and design and everything and montage and camera and color and everything influence that I get from the Akira Kurosawa-san, Kurosawa Akira, which is whole my life, you know, that I admire him. And he's helped me a lot. And that's the reason I came here, you know, every time I go to Kamakura and his graveyard and talk with him to help me for sound, for editing, to make something from my heart.実はこの映画、または今まで作った映画には、編集、それで音、撮影、動き、キャメラの動き、すべては黒澤明監督から学びました。ですから、その毎回日本に来ると鎌倉にいて、黒澤監督に力を貸してとお願いしますし、でこの映画はもうほとんど黒澤監督の影響で作ったとは思ってもおかしくないぐらいです。Of course, this is Italian, and Italian loved it, and they never.Any complaint about anything, about the culture and everything, but nobody did, nobody knowing that I did it in Japan. もちろんイタリアでみんな一生懸命一緒に仕事してきた人たちも、全てのその、彼も含めて、全てのサウンドが編集を日本でやりましたとは誰も知らなかったんです。
ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、だいぶね、迫ってきました。その後ろで手を挙げていらっしゃった女性の方、はい、次お願いします。とっても個性持っている映画だなと思ってました。見ている途中から気になった点が2つあるんですけれども、1つ目は、さっきもおっしゃっていましたが、なんかずっと前からこのような物語が作りたくて、でも撮影の場所を探すために結構時間かかったなという話を聞いて、で一番最初の時この話、このような物語を作ろうとしたきっかけは何でしょうかなとちょっと気になってて、民間の伝説とかからちょっと作り始めたいなと思ったか、それとも完全に自分がそう思った物語かちょっと気になります。であとで映画の中でこの山が何かの象徴とかでもありますかって。以上です。This is not accidentally came to me. If you see my other films, always on like Iranian poem, I say the one thing and one thing. How can challenge and make it impossible as possible? I did it 4 years filmmaking, almost 20 movies, always same thing, same thing. これはもしかしてとてもイラン的な考えかもしれないんですけども、自分はいつも、いろんな自分の映画を見れば分かると思いますが、不可能なものを可能にする、要するに無理なことを絶対実現させるみたいな気持ちをすごく持っていて、全ての映画の中にそれが入ってるんですけれども、実際このお話もそれから始まってるんですけれども、40年前からずっと考えてたことを15年前、書きましょうみたいな感じで、ロケを探しましょうって思ったんですね。ですから、突然起こってるわけではなく、ずっと考えてて、こういうことをしたかったんですけれども、ただ、一つはそのロケをいろいろ見ていたんですが、山を削れるその山を探しに、いっぱいロケも見たんですよね。ですから、その山を活するのが目的だったので、その山探しはちょっと時間かかったのは言えます。Because Raleigh is very important for me. I don't want to make the film fantasy or something. The process is very important for me. Even sometimes people get tired or not, I don't care about that.自分は現実レアリズムにはもちろん信じているんですけれども、自分は一つのゴールがあると、そのゴールにたどり着くまでっていうのはもうとにかく無理なことも全てやってしまおう。で自分にもその道に入ってしまう人たちもその無理を承知した上でやらないといけないって、それはゴールをたどり着くまでは絶対それはやらないといけないんですね。だから今まで自分の映画の中では海を使ったり風を使ったり砂を使ったり炎を使ったりあるんで、今度も山を使ったんですけども、次は一番危ないんですよ。月に行こうと思ってるんですから。 Or maybe make another film in Japan. I'm thinking about it also. Okay. また日本に映画作るかもしれないですね。じゃあ次をね、待ちながら、月で撮るか日本で撮るかを待ちながら、もうかなり時間が大幅に過ぎてしまいましたけれども、これで Q&A 終わりにしたいと思います。最後に何かありますか、一言。No, I'm very, for me it's the first time in Japan, the first time in Tokyo, and thanks for Eric and Amir to bring me here, and Amir knows how I am happy to be here, and that's it. I'm very pleased that you have the possibility to see the film, and thank you everyone. He loved the cult, in the film. And I said, if you work with me, if I kill you with this, if you survive, I bring you in Japan. And now he's not here. Thank you very much. Come, everybody go. どうもありがとうございました。ギリギリまで決まりになってしまいましたので、スポーツさん2回番どうぞご協力をお願いします。扉が間もなく閉まりますので、どうぞ。
お願いいたします。ありがとうございます。本日の上映は全て終了いたしました。どなた様もお忘れ物などございませんようお気をつけてお帰りください。本日は東京フィルメックスにお越しいただき誠にありがとうございました。東京ボーダーレス TV